そうです。お酒一緒にいただけます。昨年歌舞伎町でホストデビュー。爆撃龍馬ね。プロデューサー軍神のもと日々修行を積んできた。まあ、ちょっと悔しいなっていう気持ちが少しでもあるのであれば売り上げ上げてください。応援だけは最初はね、かまされたからな。殺すよ。あ、クソ。出た名刺。壁にぶつかりながらも徐々に才能を開花させ最終日には過去最高およそ40万円の売り上げを叩き出した。そうかそうか、最後ね。だがやるよ。大阪にでも何でも行くよ。食べ行くんや。ちげえや、売り上げ上げ行くんだよ、ね、みんなでもっとドリームつかみに行こうぜ。いやいや、もう大阪に進出する軍神を追いかけホストとしてさらなる飛躍を目指すことに。果たして新天地大阪で成功をつかむことはできるのか。山本裕介ホストになる大阪編。来ましたね、とうとう。ホストとしてのイロハっていうのはちょっと自分なりに予習復習してきたんですけど、どうなんだろう。久しぶりだからちょっと緊張してます。うわ、だ東京の歌舞伎町みたいなとこっすよね、ここが。ちょっと立ってるよ。うわー、いい大阪。マジ龍がことかや。髪切りましたね。軍神、落ち着きます。応援上映じゃないんです。おざっす。おお、久しぶり。お久しぶりです。来たね、大阪に。はい、来ちゃいました。今、俺大阪で、はい、あれからあのこのクラブジオ、はい、当店で、はい、うん、プロデュースやってるから、はい、うん、今日からここで働いてもらおうかなと思って。わかりました。これが新しく出した店。今回山本が働くのは昨年11月にオープンしたばかり、大阪ミナミに店を構えるクラブ GO。 軍神が大阪の若手を育成するためテコ入れに来た店舗なのだ。大阪は歌舞伎の3年遅れると思ってて。はい、うん、3年遅れてる。3年遅れてる。そうだから大阪の男の子は、はい、その歌舞伎の技術とかをすごい知りたがってると思うから、はい、そうだから少し高い目線で見られるかもしれない。ああ、はいはいはい、うん、そう。山本に歌舞伎町で学んだ意地を見せてほしいというか。むずいんちゃう、大阪の女の子。で、今日から、山本裕介君がねクラブジオで働きます。歌舞伎町でね、俺はねみっちりと教えてきたから、うん、だから結構技術とかも持ってると思うから、もし何かね分かんないことだったりとか、逆にね聞きたいことがあればガンガン聞いてほしいなと思います。じゃあゆうすけ君、ちょっと挨拶お願いします。はい、皆さんはじめまして、山本ゆうすけです。今回お邪魔させてもらうんですけど、僕も精一杯盛り上げるように頑張りますので、切磋琢磨して。ちょっとなんぼのもんじゃいみたいな顔してたぞ。ライバルとしてもそうですし、いい相乗効果をこのお店にもたらせれたなと思いながら全力で頑張っていきますので、よろしくお願いします。山本裕介でした。お願いします。あ、でも盛り上げるのはな、やっぱうまいよね。途中グズグズになるもまずまずの歓迎ムードと思いきや、大阪と歌舞伎全然違うんで、まあ、多分今までやってきたことは多分全然通用しないのかなって。手も足も出せずに帰ると思います。しゃべりでは負けるのではないなみたいな、まあ圧倒してあげようかなっていう感じで。山本の実力を疑う大阪ホストたちに歌舞伎町の技術で結果を見せられるのか。いよいよ営業スタート。お店のシステムは歌舞伎町と同じ、まずは初回接客につき姫に気に入られれば送り指名をゲット。そこから売り上げにつながる飲み直しや追加注文を狙う。持ち時間は9分。大阪での初接客が始まる。はじめまして、あ、山本裕介って言います。もうねちょっと緊張してるから。今日初大阪。初大阪、さっき入って。山本の背後では大阪でも仕事ぶりに目を光らせる軍神が。ちゃんと見れるスペースはね、店作る時にやっぱ見やすい設計にしてるやろな。そういうこと。さっき店入ってくる時いる感じで入ったよね。いた。なんかその時は知らんけど、うんうんうん、えらい似てる人だったら
っちゃ待って。うわ、大阪弁やね。関西弁いいね。めっちゃいい。なんかしかもなんかちょっと上品な喋り方じゃない？あ、めっちゃ京都の人。京都じゃないの？